皆さんこんにちは。プリモ麻布十番クリニック麻酔科医の下山です。本日は当院で点滴の時に使っている針についてお話しします。点滴とは血管の中に細くて柔らかいチューブを留置して、そこから点滴やお薬を投与できるようにするものです。当院では患者様のお痛みや不快感をなるべく軽減するために、このように各種サイズがある点滴の針の中でも細めの22ゲージや24ゲージというサイズのものを使用しております。それぞれ太さは1ミリ以下で、特に24ゲージは赤ちゃんに使用するような細さのものです。医療としての安全性と患者様のご負担を軽減する、この両立を実現することが我々の使命です。手術にあたってご不安なことは何でもご遠慮なくご相談ください。これからも美容外科医療の現場からお役に立つ情報を発信してまいります。ぜひいいねボタン、チャンネル登録などお待ちしております。ありがとうございました。